小骨骨端症、子供に多いかかとの痛みについての、対策についてお話しします。別名セーバー病と呼ばれていて、10歳前後の活発な男の子に多いと言われています。成長期に多いのはなぜかというと、成長の途中でかかとの骨の中に軟骨がの層があって、その部分に衝撃が蓄積することによって痛みを引き起こすので、成長痛とも呼ばれます。原因は成長期にかかるかかとの繰り返しの衝撃の積み重ねなんですけれども、体重が重い子の方が、かかりやすかったり、あとはかかとを強くつくような走り方、それから、アスファルトなど硬いところをよく走ったりとか、そういった要因も原因となります。また、扁平足とか、海外足、足が内側にこう入ってしまっているような、海内側と言われる、足の構造的なものも、原因の一つとなっています。ではそのかかとに痛みが出てしまった時に、どうすればいいかっていうのをこれからお話します。できる対策として大きく、7つあります。1つずつお話します。まずは、単純に走る頻度、歩く頻度を極力減らすってこと。それから2つ目、かかとからつく歩き方を、見直して、足の裏全体でこうつくような、かかとからドスドスつくんじゃなくて、足の裏全体で、歩くような、足をつくような歩き方、走り方に意識的に変えていくっていうのが2つ目。それから3つ目は、かかとに付着する、かかとにくっつく筋肉が、足の裏とか、ふくらはぎの筋肉なんですけども、これらの筋肉の、マッサージ、それからストレッチ、それからそれらをサポートするテーピングを貼るっていう方法があります。これは後ほど紹介します。続いて、かかとそのものに、ヒールパッドとかクッションを入れるっていう方法があります。そういう商品も売ってますけども、簡単にできる方法があるので、それも後ほど紹介します。それから5つ目が、睡眠時間をしっかりとる、ゴールデンタイムと呼ばれる、夜の11時から夜中の1時だとか、そのぐらいの時間、睡眠時間を単純に長くとるっていうことと、その夜の時間にできるだけ睡眠をしっかりとるようにすると、回復が早まります。それから、単純に走ることや歩くこともそうですけど、1日の中で、立っている時間を極力減らすってことも大事です。立っているだけでも体重がかかってくる場所なので、完全な安静のためにはこのように横になって体重から解放してあげるってことがそもそも大事なので、なるべく立っている時間を減らして横になっている時間を増やすようにします。最後、先ほど言った海内側っていう足がちょっとこうねじれているような足の形が原因になってくるので、この海内側っていうのの、原因がこの足の外側の腓骨筋っていう筋肉がの緊張も関連しているので、ここの筋肉、足の外側、すねの外側の筋肉、ここをマッサージしていきます。それでは足の、マッサージ、原因になる足の裏とかふくらはぎの筋肉のマッサージ、セルフマッサージをやっていきます。自分でふくらはぎをマッサージするときは、このような感じで枕を使って、よいしょ、ふくらはぎの内側、それから足の裏。最近流行っているこういったフォームローラーを使ってやっていきます。このような感じで横に置いて、片足を乗せて、このようにコロコロ転がしていきます。で、この真ん中とこの内側、少し角度をつけて、それから腓骨筋っていうのはすねの外側、小指側にあるので、このような感じで腓骨筋、ふくらはぎ、内側、ひらめ筋、後腓骨筋、こんな感じで角度を変えながら転がしてマッサージしていきます。ちなみに最近ではこういったマッサージガンっていうのがあって、これは Amazon で3000円か4000円ぐらいで購入したものなんですけど、こういったものを使ってマッサージすることもできます。
骨筋はこうすねの筋肉とふらはぎの筋肉のちょうど間にあるので、この辺り、このような感じでやってみてください。かかとのテーピングなんですけども、この測定のアーチ、土踏まずのアーチ、ここをサポートしてあげるテープ、ここのアーチがしっかりしていることでかかとにかかる負担を和らげてくれるので、こちらのテープを貼っていきます。テープは5センチ幅のテープを15センチで2本、それから25センチ幅、これも1本用意します。10歳から12歳ぐらいだと足のサイズも20センチぐらいなので、だとしたらもうちょっと15センチもなくてもいいんですけど、ちょっと今回15センチのものを使ってちょっとやってみます。親指の付け根からスタートして、ここのアーチを通過するようにしてかかとに向かって貼るんですけど、少しだけテープを伸ばして貼っていきます。でもう一本少しだけずらして、同じようにこのアーチを通るように少しテープを伸ばして貼ります。そうするとこのゴムの引っ張る力がこのアーチを作ってくれます。で、最後3本目なんですけど、ちょっと長めの25センチです。これはこの横に、で足は前足部、指の付け根に横のアーチっていうのがあって、これをちょっと作ってあります。でここの真ん中にもちょっとシワができるように少しだけ折って、この状態で貼っていきます。そうすると縦のアーチと横のアーチがテーピングでできるので、足にクッション性ができてかかとの痛みを和らげてくれます。これがテーピングのやり方。それから、かかとにクッションをつけるっていうもう一つのやり方なんですけども、ヒールパッドみたいなのが、そういう商品も売ってるんですけど、買うと高いので、一番簡単な方法は、洗剤を洗うこういったスポンジ、これを使ってやっていきます。で1個だとちょっと大きいので、これをちょっと半分に切って、こんな感じで、これをかかとにくっつけます。でこれもテーピングを使って、こんな感じテーピングに貼り付けてかかとにくっつけちゃいます。つけ上に上げたり、こんな感じで、まあ、靴に引いて履いてもいいし、靴下の中に入れてもいいんですけど、テーピングで貼り付けちゃった方がかかとに固定されるので、で結構分厚いようですけど、踏むと体重かけると結構ぺちゃんこになっちゃうんで、このような感じで、まあ、この一般的なこのスポンジが分厚いとしたら、もうちょっと薄い編みの、食器洗うスポンジもいいかと思います。ちょっと立ってみてくれる？ちょっとじゃあ足をついてみて、どう？結構楽？かかと痛くない？結構踏むとぺちゃんこになるでしょ。ちょっとぺちゃんこ。ぺちゃんこになる。それで靴履けそう。はい。まあこのままかかとをなるべくつかないようにして、このような感じでそうそう歩いてください。